僕の綺麗な体もっともっと綺麗になれ。よいしょ。皆さんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで、本日は兄に逆ドッキリをしていきます。最近僕逆ドッキリにハマっているんですよ。普通のドッキリよりもさらにね、進化したドッキリでございます。逆ドッキリの面白さを僕は知っちゃったわけなんですよ。てことで本日も兄に逆ドッキリを仕掛けていきます。てことで本日の企画、誰もいないのに浴槽に弟がいるドッキリと伝えたら兄はどうするのです。浴槽にいるドッキリでございます。皆さんこちらの動画覚えていますか？弟が浴槽にいたら兄はどうするのかというドッキリ動画を兄に以前仕掛けたんですけど、あの時はね、バレちゃったんですよ。なんとね、浴槽にいることがバレて、兄が僕に逆ドッキリを仕掛けてきたんですよ。本日はですね、その逆ドッキリでございます。そもそも僕は浴槽にいません。さっきまで僕らはショート動画を撮ってたんですけど、今撮影が終わり、兄がコンビニに行きました。兄が帰ってきたら、企画を説明し、逆ドッキリの方をスタートしていこうと思います。それでは皆さん、誰もいないのに浴槽に弟がいるドッキリと伝えたら、兄はどんな反応するのか皆さんで一緒に見ていきましょう。やっべ、マジ疲れた。お疲れ。あ、いえ。いや、大変な撮影だったな。子供役、イレンちゃんはきついな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。声が出ねえ、エネスって言ってんで。エネス？いや、出てんじゃねえか。やばいんだよ。しかもその後のママ。いや、マジイレンちゃんはきついよ。しかもこの後、少年どうだろう。そう。取れないからシャワー入んねえと、子供の帽子とママのカツラでもう髪ぐっちゃぐちゃ。そう、そこで俺は一石二鳥の企画をやってきたんだ。シャワー入んねえよ。だからシャワーで取っちゃえばいいだろ。何そのシャワーで取る？お前覚えてる？弟が浴槽にいる時。弟が浴槽にいる？うん。これ。やったじゃん。やったね。バレたやつだ。で、お前が気づいて俺に逆ドッキリみたいにやって。俺が見たかったのは、俺が浴槽から出て、お前が驚く反応なの。俺もわーってお前を驚かすから、エネス、お前そんなところにいたのみたいな反応を、多分視聴者さんも求めてるし、俺も求めてるから。この前のドッキリを、あそこにばらさずに最後までやろうと。じゃあ俺も浴槽に今から隠れるから、普通にお前着替えてきて。要は、あれ最後まで気づかずに、お前から自分からなんかパーみたいなのが出てきて。そう、俺が出るから、お前はまあ、とにかく驚いて。はい、早速僕は浴槽に隠れる準備をしていきましょうか。もちろん本当には隠れませんよ。よいしょ。この中に僕はいると兄は思っているわけなんですよ。僕はですね、今からトイレに隠れてこようと思います。まずは兄を呼びましょうか。エムレー、もういいよ。よろしく。少々入るか。今日は頑張った。頑張った時はシャワーで頑張って疲れをぶっ飛ばせ。どこにぶっ飛ばすの？それはもちろん下水道。こんな姿視聴者に見られたら登録者ゼロになるな。あれ、登録者ゼロ。マジで登録者がゼロになってないけど、水の量がゼロになった。出てこいよ、出てこいから。これで普通出てくるのが面白いんだよ。バーカ。俺がもしね、このね、水が出るこのね、これだったら、こうポンってやった時にこのタイミングで出てくるから、バーカ。アホ、エンタメがねえんだよってね。こんないいやつしといていくら貼ったと思ってっていう。バーカ。普通はこういうとこで出ないじゃん。で、この次出てこないといけないんだよ。なぜかわかるか？面白いからだよ。でもお前のやってることはつまんねえことなんだよ。わかるか？クソつまんねえ。大学の教授以上につまんねえんだよ。やってらんねえよ、みんな。あ、そそういうこと元は開けてなかった出てきたお前こういう時だけ勢いよく出やがってお前コントしてんじゃねえんだからてめえとまずはじめにシャンプーからいきます。1回じゃ足りねえな。男の女でもシャンプー2回3回やるってことは女の子大変だな本当に。ああ気持ちいい気持ちいい。よし次はトリートメントトリメよいしょトリートメントを髪の毛ねちょっと任せましょうか。きれいになれきれいになれ僕のきれいな体もっともっときれいになれ。よいしょエネスそろそろ出よう。疲れたお前もそこつらいだろ。もうボディーソープだから出てってよしシャンプーもやってトリートメントもやって最後にボディーソープ。遅いさあキャラ崩壊したので面白くしようとしてんだから出てこい。もう疲れたって最後ねトリートメント流したら終わりよ。もう出るよシャワーから。10秒後に出て10秒後10 9。Kolektiva lütfen çok yoruldum lütfen. Vallahi kolektiva çok yoruldum lütfen. Hadi son şans bak. Yürü. Saygı. Go. Yo. Ne diyor?出てこいどうしたのお前ラップする何やってんのここにいんだろお前どこだよ。いやちげえよ俺トイレに隠れるって言ったよバカだよ何やってんだよさっきからこのバカみたいにキャラ崩壊してお前演技してんだけどえ俺ここにいるって言ったっけ。こんなことやったよお前動画面白くするためにお前何も面白くねえんじゃねえか。俺こいつとお前対立したんだからなこいつ逆ドッキリです。それありえねえだろお前どうもういいで逆ドッキリもういいで俺恥ずかしいこれあげていいよこれ。これ聞いてたら声を出したらどうぞお客さんよろしくお願いします。全部無駄にしたわもつめなくしゃあれしたっしょうわバカみたいにこいつ話してんのは面白くするために動画をお前ありねえからえとにかく入れ早くもう一回やるぞもう一回やる入れじゃあ次は逆ドッキリとしてもうわけわかんないけどやるぞ。オッケーオッケーもう一回いくよじゃあでも待って一回カメラ止めてからもう一回撮り直そうぜじゃないと逆なんちゃらがもうバレるだろお前視聴者に面白くねえよそんなお前え、なんで逆ドッキリでもう一回やろうよ。だから一回こいつ撮り直しようよちゃんとからえ、なんでなんか回ってんやお前やっべえ次の動画のネタみんなにバレたじゃねえかよ。あどっちにしろこれもあげねえけどとりあえず消しとけよお前だから次は逆ドッキリすることがバレた。あもう何がなんだか分かんないぐらいバレてるもうお前消せじゃないと濡らすぞお前新しい相撲お前これ浴槽炎上じゃねえバカ野郎浴槽炎上